안녕하세요지능プリン将軍イムニダ。今日はね、トラちゃん、アメリカのね、トランプ大統領、うん、ちょっとすまないんだけど、ちょっとね、友達なんで、ちょっとトラちゃんって言っちゃったけど、まあ、トラちゃんが、なんかアメリカ史上最悪の攻撃っていうね、まあ、ちょっと発言をしたってことがちょっとね、問題になってたニダで、ちょっと話していこうかなと、思うニダ。まあね、まあ何かというと、この、まあコロナウイルスね、これが、まあアメリカ史上最悪の攻撃ということで、旧日本軍による、1941年の、真珠湾攻撃や、またね、旅客機、ね、ちょっと言いづらいね、のハイジャックで、まあ世界貿易センタービルにね、突っ込んだテロによる、まあ 9.11、まあよりもひどいと、いうふうにね、アメリカのトランプ大統領がね、発言したにだ。うん。まあ、現在ね、7万人の死者がね、出てるみたいにだね。で、経済活動の、まあ、再開が引き金で、この死者が13万人を超すのではないかというね、予想もあるみたいにだね。うん。で、ベトナム戦争っていうのの死者が5万8千人ということで、まあ、数が全てではないにだけど、まあ、もはやね、このウイルス戦争がね、まあ、勃発したようなものっていう感じでね、まあ、アメリカ側は結構捉えてて、まあ、トラちゃんがそういうね、発言をしてるということはちょっとね、話題になってるんだね。まあ、ちょっと今後のね、対中関係、ね、対中、まあ、感情みたいなのがね、まあ、悪化しそうなんで、まあ、ちょっとね、怖いなーっていうふうに思ってるにだね。ほんとバチバチしそうにだね。これ本当に、このウイルスのね、原因を本当に突き止めることがね、できれば、ね、これが中国の陰謀とかさ、生物兵器のウイルスっていうことになれば、もう本当に、もう戦争が起きちゃうんじゃないのかなっていうレベルまで来てるかなと思うにだ。でね、この発言を受けて、ちょっと日本側では、またちょっとね、別の角度からちょっと、まあ、炎上じゃないけど、ちょっとね、話題になってて、まあ、何かっていうと、まあ、なんで、真珠湾攻撃に対しての、まあ、例を挙げるんだっていうね、批判の声っていうのがちょっと日本の中で、上がってるみたいにだね。うん。ちょっとこうやって例に出されたってことがね、ちょっと、まあ、批判の対象になってるみたいなんだけど、まあ、この手のさ、問題がちょっと上がるたびに将軍すごく思うんだけど、まあ、確かにさ、ね、なんか、過去にさ、まあ、過去のさ、歴史にはね、いろいろあるよ。うん。でさ、国やさ、まあ、先祖の行いに関して、まあね、しがらみが残るっていうのもしょうがないかなとは、まあまあ、思うんだけれども、まあほら、実際にさ、僕らがさ、戦争したわけじゃないし、うん。で、過去にはさ、まあ、過去の常識とか、文化、思想、あと立場とかが、やっぱりその時代には時代であったと思うんだよね。その時代の正義みたいなのが。うん。まあ、あったと思うし、で、やっぱりほら、ね、俺らって、今をね、生きてるわけで、別にほら、ね、アメリカ人だってさ、中国人だってね、別にロシアだって、ね、アフリカだってどこだってそうだけど、まあ、ほら、同じ人間なわけじゃん。この時代に生まれたやっぱ同じね、人間なわけで、で、たまたまね、ほら、日本に生まれたりとかさ、あと、北朝鮮に生まれちゃったりとかね、まあ、そうそうそう、だから選べないじゃん、ね。うん、なんだからさ、まあ、ね、過去の、まあ、しがらみっていうのもね、まあ、あるとは思うし、ね、完全に、ね、昔のことは関係ありませんってことにはならないと思うけど、まあ、ちょっとね、かなり、引きずりすぎてるんじゃないのかなって、ちょっとね、思いだね。うん。まあね、過去を攻め合うんじゃなくて、まあ、過去のね、戦争とか、まあ、いろんなね、まあ、事件とか、過去のことからやっぱ学ぶってことが大事なんだよ。で、学んで、この先未来、どうしていくか、ね、何を残していくか、っていうのが、やっぱりすごく大事に。なってくると思うから、あんまりちょっと過去のことばっかり見るんじゃなくてね、ちょっとやっぱり未来のことを見て、未来をより良くしようっていうね。だと、同じ人間なんで、やっぱちょっとなるべくね、手を取り合ってやっていければいいのかなというふうにね、思ったにだ。まあ、どちらにしろ、アメリカと、まあ、中国がね、まあ、最悪の選択、まあ、戦争に
ならないっていうことが、一番ね、今、願うことなんで、正直。うん。なので、最悪の選択を、お互いの国が、しないことをね、願うばかりにだ。はい、ということでね、以上ちょっと、トラちゃんの発言について、喋っていったんですけれども、よかったら、皆さんのね、意見、下のコメント欄で聞かせてくれにだ。以上、プリン将軍でした。将軍 TV、まぜチャンネル登録しないと、少数にだよ。ご視聴、かまさまにだ。